石井勝生は、日本の実業家。トヨタファイナンシャルサービス代表取締役社長、トヨタ防食代表取締役社長、日本実業団陸上競技連合副会長などを、歴任した。東京都出身。1976年一橋大学小学部を卒業し、トヨタ自動車販売に入社。トヨタ自動車海外事業室主査、ヨーロッパ部営業室室長。 トヨタモーターマーケティングヨーロッパ出向、トヨタ自動車常務役員、専務取締役、営業企画本部長、欧州本部長を経て、2013年から、トヨタファイナンシャルサービス代表取締役社長兼、トヨタ自動車取締役、2015年、トヨタ防食代表取締役社長に就任、海外経験が長く、海外事業強化やシート骨格事業再編などに、 取り組んだ。2017年にメキシコとアメリカの壁の建設を公約としたドナルド・トランプがアメリカ合衆国大統領に就任後、従業員の1割を占めるメキシコからの輸出制限への対応を検討し、同年自動車用シート事業における提携を強化のためタチエスの株式を取得した。大学時代はバスケットボールプレイヤーとして活躍し、トヨタ自動車、 アンテロープスコモンも務めた。孫が6人にいる。2018年トヨタ暴食取締役副会長、AT グループ取締役、中部実業団陸上競技連盟会長、日本実業団陸上競技連合副会長。2019年トヨタ暴食シニアアドバイザー。ありがとうございます。